皆さんこんにちは、ナイルメカチャンネルです。はい、千秋さんこんにちは。こんにちは。というよりは明けましておめでとうございます。今年もナイルメカチャンネルをよろしくお願いします。よろしくお願いします。というところで、はい、千秋さん、なんと、はい、はい、12月31日の夕方に、ね、なんとあのナイルメカチャンネル、チャンネル登録者数1万人、はい、いきました。ありがとうございます。今の状態じゃちょっとちらっとね、はい、こんな感じで、あ、はい、そっから82人も、まあまあまあ、はい、もう本当にひとえに、はい、あの登録していただいた方のおかげ、はい、なんですけど、感謝感謝です。いやこれまあね、僕っち始めたのが確か2021年の5月なので、まあ1年半ぐらいかな、うんうん、はい、で、まあ、1万人行くことができたのと、まあ、1万人っていう数字はあるんだけど、どちらかというとね、その今までこう応援してくださった、はい、ね、見てくださった方の、まあ、おかげというか、はい、いろんな人に見ていただいたのが、まあ、非常にありがたいなと。そうですね。で、まあ、ここから先はね、正直もうその何万人とか、はい、まあ、目指すっていうよりは、まあ、1人でも多くに、はい、多くの、まあ、なんだろう、ワーゲンファンにちょっとあの届くというかね、こうためになる動画をこれからも出し続けたいと思いますので、はいはい、ぜひともよろしくお願いしますと。お願いします。はい、で、まあ、今日ね、今動画を回している理由としては、まあ、1万人いったと、はい、で、まあ、皆さんから言われてたんですよね、はい、1万人いったら何かやるんですかみたいな。あ、そうですね、はい、なんでそれをね、ちょっとまた懲りずにキャンペーンをやりたいと思うので、はい、あれ、はい、どっかなんか夏夏に夏キャンペーンもあったし、あと3000人の時も結構ね、そうですね、うん、3000人の時もそう結構いろんなキャンペーン打って、はい、まあまあ、あのこんなにやるのみたいなことを言われましたけど、なんかそこからあんまり時間が経ってないよ。そうだね、なんか早かったね本当に。じゃあ早速、じゃあオープニング行ってもうババッといきましょうか。はい、はい、じゃあそれではどうぞ。じゃあね、もう早速ね、今回の1万人登録、まあ、ありがとうキャンペーンと、はい、まあ、あとまあ新春キャンペーンみたいな感じだよね。そうですね、うん、っていうのを2つを兼ねて、まあ、ちょっと今回やろうと思ってるんですけど、はい、5つ用意しました。結構まあ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 、なんかね、あれもやりたいこれもやりたいってなったら5つになっちゃったんですけど、はい、まあちょっと愛子さんに怒られちゃう。あ、そうかもしれないねえ、まあ、でも、まあ、僕ができることは僕がやるしっていうところと、はい、まあ、ちょっとね、前回よりも若干こう変わった部分とかもあるので、うん、あと逆に今までやったことないキャンペーンもあるので、はいはい、うん、で、まあ、毎回ね、一応話してますけど、はい、一応その対象というか、このキャンペーンのご希望の方の前提として、はい、一応このナイルメカチャンネルのチャンネル登録、うん、はいはい、で次に、一応ナイルの、ね、公式 LINE からお問い合わせいただく、はいはい、この2つだけ守っていただければ、はいはい、じゃ あ、 まあ早速いきましょう、はいはい、じゃあ1つ目、はい、1つ目はオイルキャンペーン、えリターン、リターン帰ってきました。はい、デジャブ僕たちの想像を超える数の、はい、そうなんです、ご依頼をいただいたオイルキャンペーン、はい、夏にね、そう、あんなに来ると思わなかったね。はい、本当に。しかもなんかあれって夏だったよ、サマーキャンペーンだったけどね。そう。なんか寒くなってからもやってましたよね。そう、寒くなってもまだ花はけず。そう、まあちょっとね、僕がコロナになったりとかね。ちょっといろいろありましてね、うん。ありまして続いたんですけど、はい、そう、そこの部分でね、オイルキャンペーンをまたやろうかなと。ただね、ちょっと若干変わった部分がありまして、金額とかその辺に関してはもう据え置き、あの前回、はい、もうこの金額でいいのって結構言われたじゃないですか、うん、まあでもそれでも僕はいいかなと思ってて、はい、一応の前の、ね、キャンペーン知らない人のためにもお話したいのが、はい、まずオイル交換、はい、エンジンオイルですね、はい、こちらの方は通常僕たち工賃2000円いただいてるんですけども、はい、それ無料、はいはい、で、まあ、フィルターも一緒に交換したいよという方は、うん、フィルターの工賃も無料で、はいはい、なのでもうオイル代だけ、はい、フィルター代だけで交換ができますよと、はいはい、でそのオイルもね、まあ、また過去のオイル動画を見てもらえばいいんですけど、うん、一応2種類ありまして、はい、まあ、両方ともフォルクスワーゲン、アウディの、まあ、アプルーバルっていうね、うん、規格は取ってるオイルなんですけども、そちらの方のオイルで、まあ、ベーシックなタイプが2200円で通常今やってるじゃないですか、はいはい、それをもう1500円、はい、1リッターですね、1リッター、はいはい、
でハイパフォーマンス、うん、これも前回のオイルキャンペーン結構こっちのオイル入れてくれた方多かったですよね。そうなんです、はい、で入れた方はみんな次回も入れてくれるんですよ。よかったっつって、ね、やっぱ変わったよって言ってくれるの で、うん、でそちらのオイルが、まあ、通常3200円でやってるんですけど、はい、うん、それを2500円で1リッター、はいはい、やらさせていただきますと、うん、はいはい、なのでオイルキャンペーンは前回と同じ感じ、はい、で次は DSGDSG、二つ目、じゃあ違う違う、2つ目じゃないですよ。これはオイルキャンペーンなんで、まずちょっと待ってください。オイルキャンペーンが 1個ですね。1個の中にオイルと DSG が入ってるっていうね。もう2項目目になると思うんですけど、まあ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 いいじゃないですか。もう1万人ですから、もうそこはもうし、これ結構あの後からまたやんないんですかとかね、そうですね、もう終わっちゃったんですかみたいなのもあったんで、はいはい、なのですいません、鑑識はい、DSG7 速ですね、うん、はい、あのザ・ビートルとか 6R ポロとか、まあ、ゴルフ7、はい、系に使ってる7速の鑑識 DSG、まあ、あの内容に関しては、ね、動画に出してるのでそちらを見ていただければいいと思うんですけど、はい、まあ、通常も安いんですけど、うん、1万6000円でやってるのを1万2000円で、はいはい、ただこれ全て税別です、すいません、はいはい、1万2000円でやらさせてもらいますと、はいはい、次、うん、湿式6速、はいはい、これはもう本当に結構ゴルフ、まあ、6、7の2リッターとか、うん、はい、まあ、あと、シャランとかあの辺も使ってる湿式6速の DSGO ですね、はい、これももう元々の方が打ちやすいんですけど、うん、それを税別3万円でフィルターも込みでやってますと、はいはい、で今回1個だけすみませんごめんなさいなのが、うん、7速の湿式はちょっと今回対象外です、はい、っていうのもちょっとね時間がかかりすぎちゃって、うんうん、遠方からの方が今回多かったじゃないですかキャンペーンって、はい、でちょっとお待たせしちゃったりとか、うん、そういうのもあってなのでちょっと7速の湿式だけは今回ちょっと対象外で、うん、はい、あのやらさせてもらいたいです、はい、ちょっと僕たちもそのこなすそのスケジューリングが組みにくいってのもあったので、うんうん、はい、なのでオイルキャンペーンは、まあ、前回のキャンペーンの7速湿式がなくなったよと思っていただければ、うん、はい、はい、これ1個目です、うん、はい、2個あったようなあれ、はい、で、はい、じゃあ次行きましょうか、はい、次はドラレコキャンペーンやろうと思って、あ、ドラレコいいですね、はい、でこれはもうねあの単純明快にいきます、はい、ナイルが、まあ、指定するユピテルの前後ドラレコ、うん、で僕たちいつも、ユピテルの前後ドラリブレコーダーってコーチに含めて5万5千円でやってるんですよ。それ税込みですよね、はい、込みで5万5千円、はい、まあ、要は税別5万円ですよね、はい、で、まあ、1万人ということで、うん、1万円引きえ4万4千円はい、はい、で、やらさせていただこうと、はい、まあ、ほぼ高知にあるかな、ないかなって感じですよね。そうですね、はい、まあ、1万人いってるところであ、1万円っていうところでということで1万円、はい、はい、をやらさせてもらおうと。でもドラレコはこのタイミング結構チャンスだと思います。そうですね、うん、まあ、通常ね5万5千円かかってるものがね1万円、まあ、1万1千円安くできるん で、うん、でただうちの指定のユピテルだけになるので、はい、ちょっとそこの部分はなので第2個がドラレコキャンペーン、はい、はい、第3弾、まあ、これはね、うん、足回り、あ、はい、うん、まあ、安倍商会さんから、うん、あと相談させてもらって、はい、また前にも1回3000人の時にもやったんですけど、はい、まあ、アイバッハ、うん、ビルシュタイン、うん、あとレムス、安倍商会さんが取り扱ってる、うん、そういう商品ですね、はい、を、オール 10% オフ、はい、商品を、うんうんうん、はい、プラス工賃が半額、半額、半額、はい、でこれに加えて今回、うん、ザックスさんも加えます、あ、うん、足回りとして、はいはい、なのでプラスザックスと、うん、で全部 10% オフの工賃半額、うん、でちょっとねこれ今回ご相談というかあれなんですけど、はい、アライメントあるじゃないですか、はい、で僕たち、まあ、お客さんにちゃんと話してるんですけど、うん、アライメントは外注さん出してるんですよ、はい、でそことのスケジューリングがやっぱうまくいかないこととかも、まあ、あって、うん、でお客さんにちょっとご迷惑をかけてしまう、うん、要は1日で終わりきれない、はい、そうですね、作業自体は1日でできるんですけど、うん、やっぱアライメントも含めると1泊2日とかなっちゃうので、はい、うん、なので、まあ、今回はもう2、3日預けれる方近くではいいんですけど、そうですね、ちょっと遠方でもう朝来て夕方には帰りたいとか、うん、そういう方の場合はちょっとアライメントだけはご自身のお近く の、うん、まあ、いわゆるタイヤ館さんとか、はい、そのアライメントやってくれるところって結構いろいろあるので、うん、まあ、そちらでちょっとお願いしたいかなと、うん、はい、なんで僕たちは今回その足回りの作業はもちろんさせてもらうので、はいはい、
ちょっとそこだけごめんなさいというか、うん、はい、ご了承いただきたいかなと、はい、じゃあそこは LINE でご相談いただければ、ね、LINE でご相談いただければ、うん、その後の部分でスケジューリング含めて、うん、逆になんかもう、ね、2、3日置いてくれるよっていう人だったらアライメントも含めてやりますので、はい、うんうん、はい、なんで第3弾がまあ足回りプラス、まあ、レムスね、マフラーですね、うん、のキャンペーンですね、はい、はい、であとは4つ目があのこれも3000人の時にやらさせてもらったんですけど、うん、まあ、あのブースタープロってあのサブコン、あ、はい、うん、サブコンもあの同じように、サブコンも、まあ、一応ブースタープロっていうのがあって、はい、ベーシックなやつ、うん、でその上にパワーコントロールっていうちょっとあの、はい、パワーがさらに出るやつ、うん、とあと PPT っていう、まあ、いわゆるスロットルコントローラー、スロコンって言われるもの、はい、まあ、こちらの方は全部あのハンズトレーニングさんのサイトを見てもらえばすぐ分かると思うんですけど、はい、こちらも全部 10% オフの工賃半額でやらさせてもらいます。あとは最後5番目は、はい、5番目、うん、これはね、まあ、あのこれも多分過去にやったかな、あのコーディング、はい、うん、これはあの私の仕事なんですけど、うん、まあ、テレビキャンセル、はい、デイライト、うん、あとアイドリングストップとキャンセルとかいろいろできるじゃないですか、うん、これはもう全部半額でやります、通常料金の。なんでデイライトが6000円だったら3000円ですし、うん、はい、テレビキャンセルが1万2000円だったら6000円、うん、あと、まあ、各項目の小さいやつだとみんな2000円ぐらいでやってるんですけど、うん、まあ、それ1000円とかなんで、はい、まあ、結構半額だと結構いつもより倍以上のコーディングできたりとか、そうですね、うん、お得にできるので、うん、なんでゴルフ8のテレビキャンセルとかも、はい、なんなら6000円でできちゃうんで、あ、ぜひぜひ、まだやったことない方はどうかなと、はい、はい、で、まあ、以上5項目、はい、まあ、5なのか8なのか分かんないですけど、ちょっとね、いっぱいでこれをじゃあいつまでの受付にさせてもらうかっていうところで、そこですね、はい、まあ、僕の中では1月中に、はい、うん、もうご依頼いただけたら、うんうんうん、作業は正直2月でも3月でも大丈夫です、はい、っていうの、うん、逆に1月中に多分やりきれないことは前回のオイルキャンペーンでもうできなかったじゃないですか、やりきれなかったです、はい、なので、うん、この動画を見た方であのお願いしたいよって方は1月中に、はい、あのご依頼いただければ LINE 上で、うん、はい、で日にちさえ、まあ、決めていただければ、はい、まあ、あの別に2月でも3月でも、はい、まあ、最悪4月でも、うん、そのね、多分お客さんのスケジュールとか多分遠方の方が前回もやっぱ多かったので、はい、なかなかねすぐ来れないよっていう方もいらっしゃったので、うんうん、はい、なのでそういう場合はあの春休みに行きたいよとか、うんうんうん、ね、そういうのも構いませんので、はい、なので一応受付はもうでも1月でして1回切りたいかなと、うん、そうですね、思ってますので、はい、なので1月中のご依頼で、まあ、あの施工は2月3月でも大丈夫ですよと、はい、はい、っていうところですね。結構また今回も盛りだくさんな、はい、盛りだくさん しちゃいましたね。はい、で一応の今回あの内容については、はい、概要欄の方に、はい、あの細かいところは全部、うん、あの書いておきますので、はい、もしちょっとあの動画で、まあ、私の話聞いて分かりにくいよという方は、うん、概要欄にあの一応書いておきますので、はい、それ見ていただいて、あの、あ、こういうことなんだねって分かっていただければ、うんうん、はい、というところで今回ちょっと1万人というね、はい、いや正直僕行けるのかとも思ってたんですよ。やっぱあのやってみて思ったのが、うん、結構 YouTube 難しいっていう、はいはい、だけどねもうそのお客さんのためになる、はい、知らなかったことが知れるというか、うんうん、結構本当になんか参考になりますとかね、ためになりますとか、うん、たくさんあのコメントいただけるので、はい、まあ、これからも同じような感じで、うん、であと、うん、ちょっと今年チャレンジ2つしようと思ってまして、はいはい、あのこの YouTube 上で、 YouTube 上で、はい、一つは、はい、ライブ配信。おお、ライブ、まあ、需要があるのか分かんないですよ。もちろん45のおっさんが画面に向かって話すんで、はい、うん、これでもね、一人でも二人でもいいです。もう、うんうん、見てくれる人が、そうですね。で、その人たちもう聞いて何でも、うん、あの僕の身長とか体重とかも含めて何でも答えるんで、はい、はい、あのまあ、車の、ね、相談とか、うんうんうん、じゃあこの車ってこうなんですかとか、なんか普段やっぱりなかなか僕たちもね答えにくいこともあるじゃないです か、うん、だからそういうのはまあライブ配信でちょっと僕もビール飲みながらこう、はい、うん、ビールビールダメダメビール飲みながらいい、そう、まあ、ちょっとねこうざくばらんに、うん、っていうのが一個ちょっとやろうと思って、はい、でもう一個は、はい、まあ、これはちょっとまだ本当にやってみたいなと思ってるんだけど、メンバーシップ、うんうんうん、うん、あのナイルメンバーシップっていう、はい、あの要は有料の、うん、あのまあタイプがあるんですけど、はい、やっぱ僕っち、うん、今まで撮ってる動画って、まあ、うん、多分有料級のものも結構あるんですよ、はい、でももっとさらに有料級だったり、
もう本当にこればっかりはちょっと教えたくないみたいな動画とか、うん、はい、あとはそのメンバーシップの方たちだけのファンコミュニティみたいなものもちょっと作ってみたいなと、はい、でいずれは年内にオフ会みたいな、うん、ちょっと来れる方は集まって、うん、どっかで皆さんでご飯食べながら、うんうん、ちょっとワイワイ騒ぎたいなと、はい、まあ、これも需要があるかどうか分かんないですけど分かんないですけど、でもいつかやりたいなと、うん、そうですね、はい、車好きの人がね、そうそうそう、集まってそう、こんなおっさんと付き合ってくれる方がいればね、うん、一緒にビール飲みながら、はい、またビールですけど、うん、はい、またビールっていうところでちょっとその2つは年内やってみないなと思っております。2023年、はい、も、まあ、楽しく明るいとしてやっていきたいと思いますの で、はい、でね、これからもナイルミカチャンネルをよろしくお願いしますと。はい、でナイルさん、またしてもなんかいろいろやっちゃうね、キャンペーンやっちゃうね、はい、っていう方はいいね、いいね、やりすぎのいいね、そうですね、やりすぎのいいねと、はい、あとチャンネル登録をお願いします。で、まあ、問い合わせはね、その今回のキャンペーン含めて、はい、LINE からいただければ、はい、順番にお答えしますので、はい、いいですか、そんな感じでなんか言いたいことがありそうな感じ も、 もうそれはもう動画切った後たくさん言わせてもらいます。そうですね、そうですね、はい、今動画中じゃね、そうそうそう、ちょっとあれなんでね、わ、はい、かりました、はい、ということでね、はい、また今年もいろいろ頑張って動画を上げていくので、うん、はい、応援よろしくお願いしますと。お願いします、はい、じゃあ今日の動画はこの辺で、はい、はい、さよなら、はい、さよなら。